M1860 軍刀を手にするスチュアート将軍。従来の M1840 よりも軽量小型なワン刀である M1860 軍刀 M1860 軽機兵刀とはアメリカで作られたサーベルである。アメリカ陸軍が機兵向けの軍刀として南北戦争の檻に採用しインディアン戦争頃まで使用された。また、少数ながら 米西戦争でも使用されたという。全長41インチで、刃渡りは35インチ、また刃の幅は1インチである。重量は、軍刀単体で2ポンド4オンス、鉄製の鞘を含めて3ポンド10オンスであった。なお、最初の生産分800振りについては、M1862 とも呼ばれていた。南北戦争の最中、アメリカ陸軍には、 景気兵内し重騎兵という兵下は存在していなかった。それらに相当しうる兵下としては、竜騎兵、騎馬小銃兵、騎兵などが存在しており、軍服に施されるパイピングの兵下色はそれぞれ大々、緑、黄色であった。1861年にはこれらの兵下が騎兵に統合され、兵下色は黄色に統一された。景気兵等の故障は、兵貨名にちなむのではなく、 先代の M1840 騎兵等よりも軽量であることを意味していたという。新中製の森剣や川巻の柄、鋼鉄製の鞘など M1862 は M1840 との類似点も多かったが、より軽量小型だった。南北戦争が終結するまでに、およそ30万振りの M1860 が製造された。うち20万振りは、エームス、 三万二千振りがロビーによって製造され、その他にもティファニー、グレーズ、ジャスティス、エマーソンシルバーなど様々な企業による製造が行われた。M1860 は騎兵だけではなく、多くの不評によっても使用された。また、参謀商工の中には、標準支給の M1850 軍刀ではなく、 私的に購入した M1860 を好むものも多かったという。高級商工らはしばしば購入した軍刀に金メッキなどの細工や装飾を施した。ジョージ・アームストロング・カスター将軍や J ・ EB ・スチュアート将軍も装飾を加えた M1860 を愛用していたことで知られる。南北戦争末期には、騎兵突撃の有用性が低下し、代わりに騎兵は、 三平の役割を担うようになる。この中で多くの騎兵はそもそも軍刀を台頭せずにリボルバーなどで武装するか仮に台頭していても戦闘時にはヘンリー銃やスペンサー銃などの連発銃に持ち帰ることが多くなった。1920年代安価に放出された南北戦争機の装備類を映画業界が大量に購入した。そのため 同時期の西部劇映画ではしばしば騎兵隊の軍刀として M1860 の実物が使用されている。近年になってもアメリカ陸軍の騎兵部隊ではカラーガード用装備や礼装用装備として使用されている。騎兵隊員が礼装として伝統的な青い制服を着用する際にも縦脇が義務付けられている。また、騎兵隊員に対する転属や 退役時の記念品としても用いられており、記念用軍刀の鞘には、使命と階級、従軍機関が刻印されている。1863ブル、ハット US ミッタターアフラム、ABC キャバルリーセイバース、ハットキャバルリー。 ハット USCAVALLY ハット http コロンスラッシュスラッシュ UHLAN.proboards34.com スラッシュインデックスドット CGI ボードイコールウォンテッドアンドアクションイコールディスプレイアンド スレッドイコール 281http コロンスラッシュスラッシュ w w w c i v i e l w a r s w o r l d s n e t スラッシュランドルフルイスハマーシリーバイアグラフクルスケッチーズオブディスティングリッシュトアフィサーズオブザーミーアンドネイビーヘンリー・イーハンティントンライブラリーニューヨーク 1 9 0 5 p 8 2 h t t p w w w a u t g e n t i c c a m p a i g n e r c o m スラーラム s h o w t h r e d p h p t イコール 15971& ハイライトイコールセーバーサドル h t t p ミラッテリーサバース .com How to wear the army saber HTML ありがとうございます。